皆さんこんにちは。今日はこちらの長財布を紹介していきたいと思います。よければ最後までご覧ください。はい、こちらの長財布はフラソリティっていうブランドになるんですけれども、半世紀以上にわたり国内の有名ブランドのカバンを数々製作してきたメンズを中心とするカバンメーカーになります。ジャパンクオリティを陰で支え続けてきた生産ノウハウと技術力を全てつぎ込んで、どこにも真似できないような製品を生み出したいという思いから始めたのがこちらフラソリティというブランドになります。今回仕様変更になりまして、どこが変わったのかっていうのと、あとはこのお財布の機能面を紹介していきたいと思います。今までは顔料染めのコード版を使用していたんですが、もう少しこう ランクアップされまして、こちらはホーウィンのシェルコード版という素材になります。はい、それではお財布の機能性についてご紹介していきたいと思います。はい、まず収納力なんですけれども、カードが12箇所ございます。縦と横でカードを入れる仕組みになっておりまして、縦の方が出る面積が広くなるので、まあ、よく使うクレジットカードとかですと縦側に入れていただいた方がすごく取り出しがしやすいと思います。こちら小銭入れの後ろが一番たっぷり入る札入れのスペースになるので、こちらによく使う千円札とか入れていただけるといいかなと思います。こちらの、小銭入れの前側にも実はサブポケットがついているので、こちらには領収書とかを入れていただけるといいかなと思います。このフラップ側のここに2箇所フリースペースがございます。小銭入れはこんな感じですね。今の時代ほとんどこうカードでお支払いすることが多いと思うので、このぐらいスリムな小銭入れでも全然日常使いには問題ないと思います。まあ、全体的にすごくシンプルなんですけれども、無駄を排除したシンプルさがコード版とこのヌメ革のコントラストをより引き立ててくれて、優雅さを誇るデザイン性になっています。本当にこう閉じた時もかなり美しい仕上がりになっております。はい、フラソリティの長財布いかがでしたでしょうか。70年近く日本の有名ブランドの OEM としてジャパンクオリティを支えてきた職人集団だからこそできるこう正統派な長財布だと思います。詳しい内容は商品ページの URL を概要欄に貼っておきますので、そちらでもぜひ見てみてください。はい、これからも、素敵な商品をたくさん紹介していきますので、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。